今週お伝えしております食品ロスって実は、今日のテーマはこちらです。はい、実は減らすと家計が助かるのが食品ロスだと。どういうことかと言いますと、この金額です。こちら、1年間で1人1万6400円。これ食品のゴミ処理経費、1人当たりですよ。家族が多かったら大変な額になるということで、もったいないですね。そうですね。ですから今日はですね、余った食材で簡単にできる絶品メニューをご紹介いたします。まずはですね、余らせがちな平山さん。大根は使い切るの大変なんですよね。1本丸々使うことないですもんね。難しいです。クックパッドから余りがちなこの大根を使ったレシピをご紹介します、はい、なんと揚げちゃうんです。まずは材料です。余った大根 100g、 あとは調味料と揚げ油を用意いたします、はい、次に大根をスティック状に切り、切った大根をビニール袋に入れて塩を入れます。さあ、このように全体をなじませたら、15分ほど置きます、はい、すると、大根の水分が出てきますので、袋にたまった水気を捨てて、そこに小麦粉とカレー粉を入れてよく揉み込んでください。さあ、下味つけた大根に片栗粉をまぶしまして、180度で3分から5分揚げたら完成です。はい、この形フライドポテトに見えますが、ご紹介したのはフライド大根カレー味。平山さん、本番前に食べてましたね。はい、美味しかったです。外はカリッとしてて、中はジューシーなポテトのような大根でして、本当に止まらないくらい、カレーの風味なのでお子さんも大好きだと思います。余った部分ってどう使うか困るんですけど、それで一品料理ができるってのはいいですね。なおかつ美味しければ素晴らしいということで、今回はカレー味をご紹介しましたが、塩味にしてもよし、チーズ味にしてもよしと、いろんな味付けで楽しめます、続いてはですね、残った牛乳、残った牛乳をあるものに変身させるという驚きの料理、ご覧ください。こちらです。材料はさやいんげん 80g、 牛乳1カップ、お酢は大さじ1、他の調味料はご覧の通りです。まずいんげんを茹でて斜め薄切りにしておきます、次にお鍋に牛乳入れまして、沸騰しない程度に温めて、火を止めて酢を全体に入れて混ぜる。その時のポイントは素早く混ぜることです、完全に牛乳が分離したらザルに、このように開けてください、なんだか分かります？チーズ、牛乳がここに変身するまではなんとなく分かるんですよね。チーズ、チーズ、はい。最後にですね、ボウルに茹でたインゲンとチーズを入れて、ごま、その他の調味料とあえて、いかがでしょう。美味しそうになってきましたよ。おからじゃないんですね。そうそうそう、チーズなんだ。出来上がりました。クックパッド掲載、雪永麻里さんのレシピ、食品ロスを減らすインゲンのチーズ和えの完成です。簡単。先ほど私いただいたんですけどね、地味ながらこのおかずの脇役としてはいいですよ、これ。一品っていう時に、なんかもう一品って時にいいですね。白和え、さっき仁さん言ったおからじゃなくて、このチーズの味がシャキシャキさやいんげんにまたこれよく合うんですね。ご飯のおかずにもなりそうだし、酒のおつまみにもいけそう、いいですね。そうそう、ちょっとほらパックに残る牛乳というのありますよね。それをこんな形に変えられたらということで、皆さんも今夜のおかずにいかがでしょうか、以上、食品ロス削減レシピでした。